あと少しで冷えたのに。でもまあ、あんなことしてくれたし、今日のところは良しとするか。何ニヤニヤしてるんですか、先輩。ほら、飲んで飲んで。ほら、早く飲みなって。あなた相変わらず、ああいう小動物みたいな女の子が好きなのね。何も知らずに寝ている会社の同期。あの子には内緒にしててあげるから。ダメ！夢どこから。二次会行ってしこたま飲んで、それから、まあとりあえず起きて。あっ、裸。まさか私たちついに。昨日みんな酔いつぶれちゃって、僕も記憶ない、ごめん。結局先輩がタクシーでそれぞれの家まで送ってくれたらしいんだけど、ちゃんと帰れた？で、どうしてあんたがうちにいるの？早く横になりたかったんで、私もここで降ろしてもらいました、確か。で、どうして裸なの？それはちょっと。何その反応。覚えてないんですか？覚えてない途中だった。また今度。私だけの秘密にします。